本習字4月号中学1年生はい、会所では四死政党法ですが、行書課題では少しだけ軽くこうわずかに斜めに持っても大丈夫です。はい、行書はリズムを大切にしましょう。つながり、線に表現されない空中の気脈と言いますが、そこもとても重要です。角も少し柔らかく表現します。柔らかく、はい、体で引きますよ。はい、この払いは軽く押さえる感じですね。お名前も行書で書いていきます。で書きますね。はい、ご自分の名前を書きます。中学1年生でした。